今日4車線の運用が始まったのは常磐自動車道いわき四倉インターチェンジから広野インターチェンジ間の一部区間およそ4キロです。これで2016年に始まったいわき中央インターから広野インター間のおよそ27キロすべての4車線化が完了しました。本県の復興と地方創生に向けて力強い追い風になるものと確信しています。ネクスコ東日本によりますと、4車線化により渋滞の緩和や反対車線へ飛び出す事故の減少、災害時の交通の確保などの効果が期待されます。